は日本ウェルター級チャンピオンの吉野博之の3度目の防衛戦。挑戦者は九州の大分からタイトルを目指してこの後楽園ホールにやってきました大分ジムの三浦忠平です。今日勝ってチャンピオンとしてチャンピオンカーニバルを大分でやりたい、そういった夢を実現するためにリングで上がります。一方のチャンピオンの吉野ですが、目下4連続 KO 勝ち、日本タイトルを5、6度防衛して上を目指したいと話しておりました。今日の解説はいつものように元世界ジュニアライト級チャンピオンの沼田義明さんです。沼田さん、はい、まあ、このクラスになりますとですね、一発で KO ということがね、そうなんですね、本当にある可能性がありますから、目の離せないね、はい、なんじゃないですか。はい、非常に楽しみな一戦になりました。日本ウェルター級タイトルマッチ、まもなくゴングです。日本ウェルター級タイトルマッチ10回戦を行います。アナーコーナー、日本ウェルター級チャンピオン146番のロンドンのさん、セラピー渡辺所属、これまで14戦して10勝 7KO 3敗1引き分け、挑戦者日本ウェルター級5位大分ジムの三浦忠文、これまで19戦した8勝 3KO 7敗4引き分けです。同じく大分ジムのレフェリー寺木ひろゆき、今日のレフェリーは手崎ひろゆきさん、そしてジャッジが宇野武雄さん、山下晴美さん、この3人で採点が行われます。反則をしないように試合前の注意が手崎レフリーから行われております。丸松さん、はい、今日のこの後楽園ホールなんですが、すごい熱気でございましてね、そうですよね、久々ですね、こんだけ入ったのはね、立って見ているお客さんもいらっしゃいます。超満員の後楽園ホール、2900人が入りました。日本ウェルター級タイトルマッチ試合開始の鐘が鳴りました。ご覧のように非常に鮮やかなトランクスをつけております。チャンピオンの吉野博之、身長が178センチ、一方挑戦者の方ノーコンのトランクスが、こちらが三浦忠文です。早くも1ラウンドから激しいパンチを見舞います。吉野チャンピオンです。まあ、三浦がですね、後楽園ホール2度目なんですがね、はい、どんなボクシングを見せるか、あまり馴染みのない選手なんでね、ちょっと注目してみたいと思うんですが、まあ、おそらくですね、はい、まあ、あの体つきから見ても、そのファイターだと思いますね。はは、まあ、あの中途半端なボクシングするより、その前に出てね、戦うボクシングをすればですね、はい、まあ、あの三浦にもチャンスが出てくると思いますよ。そうですか、はい、第1ラウンドが始まっています。日本ウェルター級タイトルマッチ、ちょっと試合開始早々手数を出したチャンピオンの吉野、今度は相手の動きを見ています。早くも1分半試合が経過しました。左のボディビロー、チャンピオン松本優子、今度はアングです。左ピット盛んに左を使います。チャンピオンです。はい、吉野はこの左が得意なんですね。そうなんですね、はい、左アッパー左フック得意なんですけども、まあ、ちょっと打ち急いでるようなね、倒し急いでるような感じしますよ。そうですか、はい、まあ、ちょっとパンチの気がないってことでしょうね、はい、まあ、いつものの吉野から見れば一つのリズムですか、はい、今のところちょっとないような感じしますね。オーソドックススタイルの吉野、もともとはこの人は左利きなんですね。まあ、左利きっていうことはですね、
いわゆるその左手がいわゆるそのリードブローチの前に出てますからね、はい、それを十分やはりその使えることができると思うんですよ、その分ですね、まあ、あの左アッパー左フックで相手を倒してますからね、はい、箸を持つ時も鉛筆を持つ時も左、まあ、本当にボクサーとしては自尊なんですよね。あ、そうですか。前に出てるリードブローがですね、はい、いわゆるその利き腕ってことは、ね、大きな強みですよ、はい、さあ打ち合いになった左です。吉野拓の左顔面を捉えています。残り時間10秒、第1ラウンド、身長で6センチ勝っていますチャンピオンの吉野、挑戦者の三浦。第1ラウンドが終わりました。このラウンド沼さんの採点は10対9、早くもチャンピオンの吉野が取りました。今年の3月21日、新日本木村ジムの坂本隆夫と東京ドームタイソン戦の前座で日本ウェルター級タイトルマッチ4ラウンド1分27秒、ノックアウトしてタイトルを獲得しました。その後5月9日に新日本木村ジム神山仁を3ラウンド3分9秒ノックアウトして初防衛、そして9月6日には特本新東ジムの小田切年直を1ラウンド2分17秒ノックアウトして2回目の防衛に成功。これが3度目の防衛戦になります。チャンピオンの吉野博之です。試合は第2ラウンドに入りました。日本ウェルター級タイトルマッチ10回戦左です。ボディ2発、今度は顔面、吉野盛んに左を使います。左フック、左フック、左ボディブロー、ほとんど右は出しません。今日は右を出しません。時折の右っていうのはそのフェントですね、はい、フェントですよ。まあ、吉野もですね、はい、まあ、あの左アッパースカ十分生きてるんですけど、もう一度その左ですね、左のジャブ、左ストレート欲しいですね、はい、いきなりその左アッパー左スクっていくんじゃなくてですね、はい、いわゆる基本のボクシングですか。そうですね、はい、右から入りました。珍しく右から入って左です。今度は左くん、ダウンです。今のは後でしょうか。あの左フックで、左アッパーをですね、後で打って、その返しの左フックで倒してますか、はい、さあどうでしょう。カウントが入りますか。カウント8、試合再開。左アッパー、左アッパー、今度は左アッパーですね、はい、いわゆる顎ですね、顎に決めてます。吉野3度目の防衛に成功、見事にノックアウト勝ち、2ラウンドでした。いやー、さすがにあの3ラウンドまでに目の覚めるようなノックアウトで勝ちたいと話していた吉野なんですが、はい、その通りになりました、ね、まあ、あの最後のですか、はい、左やっぱあの顎ですか、まあ、見事なその打ち方ですね。そうですか、アッパーのそのパンチではね、沼津さんの現役時代のパンチを思い出すんですが、そういう沼津さんにですね、その褒めをいただくという吉野のアッパーというのはやはり素晴らしいと言ってるんですか。まあ、あの最近ですね、まあ、久しぶりにですね、はい、左アッパーの顎でね、倒したの見たんですね。そうですか。2ラウンド2分2秒ノックアウト勝ちでございました。今日本ボクシングコミッションから認定証が贈られます。そして腰にはチャンピオンベルトが分かれました。3度目の防衛に見事成功しております。吉野博之、高らかと今その手が上がりました。そして勝ちました吉野に日刊スポーツ加藤企画部次長から勝利者賞、そしてテレビ朝日スポーツ局堀内チーフプロデューサーからも勝利者賞が贈られております。今インタビューの用意ができ次第ですね、インタビューをしてもらいたいと思うんですが、松田さん、はい、見事にチャンピオンベルト防衛に成功しました吉野選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。鮮やかなノックアウトでした。いや、まあちょっと今年 KO 賞狙ってるんで、この辺でまたちょっとポカしないようにうまく綺麗に倒せたらいいなと思ったんですけど、ちょっとやっぱりまた硬くなっちゃいます。硬かったですか。はい、だいぶそう、体がスムーズにいかなかったです。まあ、立ち上がりからかなり、ね、左を多く使っていたんですが、自分としては今日はどういう作戦だったんですか。
今日やっぱり左使って正確に相手が射程内に入ってくればそこで一発決めるつもりだったんですけど、まあ、今回3回目の防衛戦ということでかなり気持ちの上では違ってきましたか。そうですね、まあだけどまだまだ防衛どんどんしたいですからね。だからこんなところでまだつまずいてらんないですからバンバンもう KO で勝ってくれたいです。もうね、チャンピオンの一言一言が非常にね力強いんですが、これで5試合連続のクワッド勝ち。はい、まあ、別に自分じゃ意識してないんですけど、でも旗から見たらだけどやっぱりもう初めに狙ってるような感じでまあこれからもまた KO をどんどん増やしていってなんとか早くもうちょっと上に行けるようになりたいです。もうとにかく周りのファンの皆さんもねさらに上を狙ってもらいたい、そういう気持ちが強いと思うんですが。そうですね、まあ、前にも言ったんですけどやっぱり絶対尾崎さんとやって必ず KO を進めます。本当にこれからも防衛をまず伸ばしてさらに上を狙ってください。はい、わかりました。どうもありがとうございました。放送席チャンピオンの吉野選手でした。はい、まあ、沼津さん、はい、さすがにですね勝ち方がすっきりしておくときは選手の表情も違いますね。そうですね、まあ、自信にね、まあ、ミスター、まあ、発言じゃないですかね。はい、これでですね5連続 KO 勝ちで、1ラウンド、それから4ラウンド、3ラウンド、1ラウンド、そして今度は2ラウンドと、はい、本当に早いラウンドの、ねKO が続いてますね。はい、KO 記録も伸ばしてほしいし、これからもっと精進をしてもらいたいと思うんですが、さてこの後お知らせを挟んでもう一度 KO シーンご覧いただきたいと思います。